皆さんおはようございます。ちょっと朝早いですが、昨日、どうやら、僕昨日見たんですけど、ライブとかで闇営業のことにつきまして、その謝罪会見ということで、宮迫博之と田村亮が、謝罪の会見を行って、僕は、ざっとお話とかは聞いてはいたんですが、金銭の授受をしていたっていうこともあって、一つ目は空手家の入江から誘いを受けて、栄養に行ったっていうようなお話も、してくれましたし、もう一つはその宮迫が、3年ぐらい前に同級生と 反社会勢力の人たちと、飲みに行っていたという写真が、週刊誌に載ってしまったりとか、いろんなことがあって、それを宮迫自身が、全て語ってくれて、本当に僕は、その話を聞いた時にも、やっぱり彼からその話を聞いた時は、こういうことがいろいろあったんだなとか、それ以前のことを考えて、でそれで僕もやっぱり、彼はこういうことがいろいろあったから、自分で もうこれから直さなければならないというようなことだったっていうことでした。もちろんその謹慎処分は受けていたというふうな話は聞いもう最初から僕は前に話もしたと思いますが、やっぱり宮迫はもうすでに吉本から契約解除になっていましたし、もうとりあえず宮迫がテレビに出るってことは、もうひょっとしたらもうこれから先なくなるんじゃないかっていう可能性もあります。ひょっとしたらその彼の気分で芸人の引退が出てしまってるというふうな話もありましたが、ひょっとしたら彼はまだその芸人は引退しないっていうふうに、言っておりましたので、その辺のところは否定しています。一方の田村亮なんですけど、やっぱ田村亮も入江に誘われて営業に行ったって、これも先ほど言いましたが、これからの彼のことですね。で実は彼も会見直前に吉本から契約解除の発表が出たというような話を聞いて、もうひょっとしたら彼ももう一緒にコンビができなくなるというふうな形になるのではないかなというふうに思います。でも彼もまだ引退というようなことはまだ口にはして、そこまで口にしていないというか、否定はしていましたので、そういうまだ淳とひょっとしたらどっかで組むのかなっていうふうにありますが、ひょっとしたらもう僕は前にもインスタでとかで投稿しましたが、田村亮には絶対復帰してほしいっていうふうに投稿をしたことがあります。やっぱり叶わなかった、復帰がかなり難しいっていうこともありましたが、コメント欄に田村亮は吉本興業契約解除されましたっていう風なところの田村亮の投稿に、コメントを僕は入れましたとか、やっぱり反省しなければならないとか、やっぱり彼らの 未来が、これからの未来がかかっておりますので、多分家族の人たちはもちろんそれぞれの相方にも迷惑をかけたんじゃないかなっていう風に僕は思っていますし、これからももちろんその宮迫と
寮もそうなんですが、他の芸その営業にそこの営業にも行ってしまった他の芸人たちも、これからも反省してもらいたいです。やっぱり宮迫と寮が吉本からいなくなってしまった方がいいと本人たちはそのような感じで思っていたんじゃないかなって思って、で他の後輩たちはやっぱりそこまでまだ売れてない芸人だったりとか、例えばまだまだ儲けの悪いやつだったり芸人とかがいたりとかして、そういう人たちはやっぱ早めに復帰させた方がいいんじゃないかというふうに会見でも言ってました。まあ僕はまあ一番まあもう印象にまあやっぱり復帰してほしいなと思ってるのは、まあガリット中の福島なんですね。その福島も今謹慎処分は下されていて、彼はだってほらモノマネ芸人でブレイクしているわけですから、その最中にブレイクをしてしまったんじゃないかっていうような言い方もします。やっぱりその際まだそのブレイクする前に営業に行っていたっていうことはかなりもうびっくりして、福島の相方の熊谷もかなり驚いていたんじゃないかなっていうふうに思います。あと僕はもう一つ思ったのがレーザーラモン HG なんですけど、レーザーラモン HG も相方に RG がいますので、やっぱり HG も僕は復帰してほしいなと思います。僕はちっちゃい頃からもう HG のネタはもうかなり見ててすごい面白いなと思いましたね。もうハードゲイ4とかね、ああやって場を盛り上げてくれるもうハイテンションの芸人さんでもあるんじゃないかなと思います。あとまあ僕はまあいろいろまあいろんなねこう過去に見てきた芸人さん、天心の木村とかなんかもほらあると思いますって締めるっていう感じで、まあやっぱりピンで出ることもありますが、やっぱりコンビで出ることはまあほとんどないかな。まあそれはどうか分かりませんけど、それも見たかったですね。はい、まあ僕は2700とかの右肘左肘交互に見せてのネタがやっぱ僕は初めて見た時かなりちょっと面白かったので、またやってみたかったんですけど、まだちょっと2700はまだ無期限の活動停止や謹慎処分が発表されていますので、まだまだちょっと猶予、少しの猶予を与えた方がいいのかなって僕は思っております。で、まあ、僕はあとスリムクラブなんですが、スリムクラブもやっぱり前田健の独特な声が話題も呼んでいるので、まあ、やっぱりスリムクラブもやっぱりまだまだ無期限謹慎処分という形になっていますね。はい、もう本当に闇営業って怖いので皆さんの前にも言いましたが、絶対にそこに行かないようにしてください。もちろんそれが分かっていない方もなかなかいるのではないかというふうに思っておりますが、まあ自分たちが別にこの飲み会は良かったとかそういう印象があるかと思いますが、反社会勢力っていうのは本当に危険なものだと僕は思っておりますし、そういうのが認識、そういうつながりがなかった、認識がなかったっていうのももちろんあります。だけどそうなってしまった場合とかはもう本当に自分たちの働いている会社からどんな風に言われるのかは、まあ、確かに僕もそれはかなり不安はありますし、自分たちがのことですから、自分たちのことはしっかり管理をして、構成していきたいなという風に僕は思っております。本当に吉本興業の人たちも宮迫や田村亮とかに、圧力をかけてしまって、でお前ら全員クビにするぞとか、あと自分がやっぱりそう思っていなかったところにやっぱ会見がちゃんとしたいとか
そういうふうにいろいろその状況の中で彼らは奮闘してきたんじゃないかなって僕は思っているんですね。だからその宮迫や亮はやっぱりこうやってね、昨日会見ができて、まあ、これで良かったっていうふうにも思ってはいますが、まだまだその沈静化は収まらないっていうような形になりました。やっぱり自分がねこういつこのような場面にあってしまうのかもう本当によく分かりませんが、だからといって闇の営業とか反社会勢力の人たちと絶対関わらないように、常に僕はいい人と、接することしか考えてはおりませんので、皆さんそうならないように気をつけてください。では、話は以上になります。